2003年のイタリアグランプリは、ロードレース世界選手権の2003年シーズン第5戦として、6月6日から8日まで、イタリアのムジェロサーキットで開催された。125cc クラス決勝では、約2秒以内に10台がひしめき合う、大集団でのトップ争いとなった。最後は自らチーム LCR を率いて参戦する34歳のベテランライダー、ルーチョ・チェッキネロが後続を抑えて、シーズン2勝目、念願の地元グランプリ初優勝を成し遂げた。この結果ポイントランキングでは、チェッキネロとダニ・ペドロサが同ポイントで、トップに並ぶこととなった。250cc クラスでは、マヌエル・ポジャーリ・トランディ・ドプニエによるトップ争いが展開された。14周目にドプニエが転倒を喫した後は、ポジャーリが独走状態となり、シーズン3勝目を挙げることとなった。ポイントランキングでもトップのポジャーリがリードを広げ、2番手のロベルト・ロルフォに19ポイント、3番手のエリアスに20ポイント差とした。MotoGP クラス決勝では、バレンティーノ・ロッシ、ロリス・カピロッシ、マックス・ビアチの地元、イタリア人、ライダー3名によるトップ争いが展開された。終盤は、カピロッシとビアチによる激しい2位争いを尻目に、ロッシがリードを広げ、シーズン3勝目を挙げた。ポイントランキングでは、トップのロッシが2位ビアチに32ポイント、3位、セテジベルナウに43ポイントとアドバンテージを広げた。ありがとうございます。